全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうに。てめえ。同居あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。まあ、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすみません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その。早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え、こらもう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケスだこいつは。いや。あ、マサトさんうまいこと言う。
まあそんなこったろうと思ったよ。ほらよ。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション1個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。はい。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃ、飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて、愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もう、お仕置きされちゃいますよ。でも、私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか、もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃせいぜい巻き上げてやれ。わかった、じゃあ後で。バカ！いつからそこに？あの、バカ？おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。
兄貴、若の付き添い終わりましたか？なあ。劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。よし。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないし。で、そいつからいくら取れたんだ？それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか。なら切り取りの方は？はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた？ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと？てめえがせびったんじゃねえのか？しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ。組に金も納めねえで何がプライド？なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか？なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことはまれだがな。
お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミツがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや、今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ。そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さて、じゃあ20世紀を締める飯を食いに行くかな。一番ういっす。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはからっきしで。しけた声出しやって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ、石、何舐めた口聞いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうが。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え？でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな。となりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ
茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え？組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああさすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間を死体ごと始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。組の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。ああ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か、お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。お、でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ、奴らが来た。どうしよう。赤ね、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんをロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤瀬、おい、いたぞ、女だ。行け行け行け。おい赤瀬、女、クソ、どこ行った。おい、早く探せ。
待ってろ、待ってくれよ。何なのあれ、マジで。ラキー、あいってくれ。警察に通報する。グレおい、大丈夫かよ。しっかりしてろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマザトを見てくれた医者は、低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マザトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しておこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあ神室町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、
絶対見つけてみせますよ。マジかよ。おい、誰かいるのか？飛ばせろよ、敵に助け。乗せよ、一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてだろ。でも、食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ。北京だ。いい年越ししろよ、ご両人。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せて笑うな。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。おっす。どうした、イチ？クソでも漏れそうなのか？うるせえ！イチ、たまには家の手伝いしてんのか？いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。なくなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはない。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろう。一番を見てくれ。ほら、おいで、一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が
俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、当てもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ、荒川組、俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。カスが一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返して欲しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。助けてもらってありがとう。ごな礼なんていらねえよ。お前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってないよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも
俺のことなんか知らないって放っておいたの？どうして？さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間、俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった。お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったら分かるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も、炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。100日目のことだった。いやあ、そこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやつ。おう。すぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。あ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの彼でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったろといいが。面白い。やっちまおうぜ。てめえにけっと火がつくんだよ。やってやるぜ。よし、行くぞ。来やがれ、急
せてやるよ。こっちをじゃ。俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。こいつだ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。大勝利ってか。なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫か姉ちゃん。ああ、来ないで。おい、おやつさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい、おやさんも良いお年を。あ、やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。お兄さん、起きて。お兄さん。やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと、身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々、物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。はあ、いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする、盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやさん。朝早くにすまねえな、いきねえ。バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました、初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにだ。あ、はい、わかりました。ちょっと待て、お前どこの組のもんだ。どこって、
荒川組だけど。てめえよくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。頭かち割るぞ。やってやるぜ。よし行くぞ。ほらほら取っておきだ。見せてやるよ。ほら来いよ。くらえ。これでやるぞ。ほら立て直さねえと。どうした？取っておきだ。見せてやるよ。行くぞ。おい。行くぞ。楽しませてくれよ。ほら来いよ。ちょっとしんどいな。取っておきだ。見せてやるよ。さねえと。取っておきだ。見せてやるよ。なめんなよ。ちょっとしんどいな。取っておきだ。見せてやるよ。よっしゃ勝ちだ。強くなった気がするぜ。覚えてやがれ。何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えない組だしな。おっと早いとこ事務所に行かねえと。一番です。おやさん。おはようございます。おう一、座れ。はい。いいから座れ。あ、はい。お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん。近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか。榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか。2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで
差し出した。散々怒鳴り合った結果、ジョーがチャカを抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が登場会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは登場会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。親さんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。イチ、どうしたい。どうしたじゃないっすや。今日は正月&兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったね。ちょっと何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか。ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか。まあそんなとこで。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか。それより三つ、お前今いくつだ。え、20歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は、兄貴熱でもあるんすか。また電話するわ。おう。